久保さん、久保さん、久保さん、ハゲてきました。ハゲてきましたよ。はい、今回は、OKOK。これでいきます。ここのマイクでやってんすけど、拾えてるのかな？ちょっとここのマイクでやってます。まあ、手取り14万の種明かしですね。手取り14万の種明かしにしましょう。まあ、なんでこの手取り14万のこのね、動画をこうやり合いしてんのかっていうと、まあ、単純に集客ですね。集客。で、いろんな切り口でね、共感してみたりとか、アンチテーゼで行ってみたりとか、ね。あとは、まあでも今回は久保さんとか良かったですね。3つのポイントは非常に良かったと思いますよ。ちょっと雨降ってきたな。ちょ、今からね、髪の毛切っていくんですよ、久保さん。この髪の毛を切るというね、選択も、やっぱお金がないと切れないじゃないですか。お金なかったら、まあ自分で切るか。自分で切れるかもしれないけども、お金ないときついですよね。うん、ちょっと雨宿り。雨宿りしたい。雨宿りしたいですね。はい。まあ、ということで、髪の毛切ってきますよ、久保さん。やっぱね、14万しかなかったら、切るもんも切れないですからね。まあ、僕、今から切ってくるところ、ポイントを割りして、4000円ぐらいですね。4000円です。安いですね。はい。ああ。まあ、特にないですね。手取り14万。手取り14万の、まあ、選択が増えた方がいいんだけども、結局みんなやらないし、挑戦しないし、なんかあだこうだ言うんで、じゃあいいんじゃないかなと、それで。まあ、環境もあるし、デバイスもあるし、まあ、僕今これ iPhone で撮ってますし、ね、別にやろうと思えばどこでも撮れるわけですよ。でもみんなやんないじゃないですか。やればいいのになと僕は思いますけど、やればいいなと僕は思うので、これからも動画でそれを言い続けるけれども、まあ、やらないんだったらやらないんでそれでいいんじゃないかなっていう。あなたの人生は僕の人生ではないと。そうじゃないですか。あなたの人生は僕の人生ではない。あなたの人生は誰が生きてるんですか？あなたの人生は誰が生きてるんですか？あなたが生きてるんですよね。あなたが決めなければいけないと。僕は決めてるわけですよ。久保さんも最初のね、動画の冒頭で言いましたけど、ね、手取り14万じゃ無理って決めてるというかね。いや、無理なんで、みたいな。だから稼ぐっていうね。そう。手取り14万で本当に無理だと思うんだったら違うことを挑戦してやればいいだろうし。でもそれで生活して、無理なんだけど、挑戦しない。どっちやねんと。どっちやねんと。いうことですね。はい。では、終わります。